どうも皆さんこんにちは、キヨキです。今回はですね、タウンホール8のコワイプについて、説明していきたいと思います。まあタウンホール8ですとやっぱドラッシュをね、やっぱ使う方が多いと思うんですけれども、やはりタウンホール9に上がった時とかにやっぱゴワイプとかが中心になってくると思うので、まあね、やっぱタウンホール8からゴワイプはそのマスターしているってことは非常にね、タウンホール9になって楽しみになってくるというか、そのタウンホール9で、まあ、さらにまた上手くなれると思うので、やはりタウンホール8でゴワイプをするということはですね、非常にいいことだと思います。さらにタウンホール8の攻めドラッシュに劣らずですね、非常に強く安定して星が取れますね。まあ、タウンホール9とかに比べてしまうと、まあ、火力が、まあ、劣るんですけれども、まあ、そこは、まあ、しょうがないですね。はい、ということでタウンホール8のゴワイプ見ていきましょう。はい、この配置なんですけれども、まあ、この配置を見る限りでは、まあ、ドラッシュでも普通に落とせそうな配置ではありますよね。まあ、早速見ていきましょう。まずはこの方は援軍処理をせずに、ゴーレムをですね、まあ、2体面で、取っていくという感じになりました。さあそこでボールブレイカーを、まあ、もうね流し込んで、ゴーレムの道を作っていくという感じですね。そしてもうババキン、ウィザードを取ってですね、ここに援軍のペッカが1体入りましたね。はい、まあでここなんですけれども、ペッカが外周を2体回っていますよね。これはまあね、その攻めた人にしかわからないと思うんですけれども、わざと外周を回らしたのかなという考え方も一応できますね。やはり真ん中は、その集中砲火を受けてですね、ユニットが、まあ、巨大爆弾であったり減りやすいので、あとはその隠しテスラが真ん中に集中していたりする時があるので、それを避けるために、まあ、ペッカをですね、わざと外周を回らすという、まあ、うん、考え方もできますね。まあでも多分わざとなのかなとは思いますね。位置的に、うん、援軍を出したこの位置から出せばいいですからね、普通にね。さあそしてヒーリングを出していってっていう感じですね。中心部には、そのババキンとゴーレム1体、やっぱ中心部にゴーレムが1体いるっていうのは非常にでかいですね。そしてレイジでゴリ押す感じですね。そして先ほどのペッカはまあ外周と、あとはなんかこう一つの部屋に入ってくれてますね。さあそして呪文はもうないという状況で、あと、45% と、まあ 45% 35% か。でもこの段階ですと、うん、なんかもう勝ちは決定したようなもんですよね。まあなんつうんでしょうね、まあ基本的には本当に攻めのね、やっぱゴワイプっていうのはもうクラクラの攻めの本質が、まあ、反映されてますよね。まあ、皆さんが使っているであろうジャイヒであるとか、まあ、その盾となるユニットを出して後ろからこう高火力のモンスターってどんどんユニットで押していくっていう、まあ、そのもう基本形が、まあ、できているので、まあ、そうですね、ペッカはもうこの時点で3体残ってますからね、まだ。あとなんか隠してたらここにあると、まあタウンホール8もタウンホール9も変わらないんですよ、基本的には。ですけれども、まあ、タウンホール8の場合はやはりその火力がね、少ないので、その枠の数も影響していて、さらに援軍の入る数も変わってくるので、やはりそのタウンホール9には完全に劣りますけれども、やはりタウンホール8から同格は星3は取れる実力、そしてそのタウンホール9から星に取れるのかなというのは、まあ際どい話ですけれども、まあタウンホール9から星に取れる動画があればまた動画をアップしていこうかなというか、いけたらなと思います。ということでタウンホール8から星3を取るタウンホール8のゴワイプ、ご視聴ありがとうございました。